ああいう仕草をするのがね、フェアウェイこう、普通ですと低くいって、まあボールが幾分止まらないという状況なんですけども、はい、この場合ボールを止めなきゃいけない。そうですね。なおかつ上げなければいけない。これは尾崎選手にとっても 100% 難しいショットですね。それと、はい、それや開き気味。逆境をどう変えるか。いい方向。止まったんですか今。止まりました。ぴったり止まってワンピン。ちょっと。あんな。岡林さん、今の打ち方はご覧になっていかがですか。今のは、まあ、上げて薄めにいってる感じなんですけども、薄めに行きながらなおかつボールをしっかり捕まえたいという状況なんで。いや、見事なショットでしたね岡林さんね。すごいですね。自分はどんな現象が起きてしまうのかなと思ってドキドキしてたんですけど。知りません。ちょっとこれ。どうですか。やっぱりしっかり上から打ってますね。まあやはりアンラッキー。でもそのアンラッキーの中で自分のベストを出すというね。そうですね。凄まじい集中力ですね。